休み目前。レッツストーリー。一歩進んだ人、壁、引きこもごもの中、期末実技試験が終了した。翌日、夏休み中に行われる林間合宿について説明があった。今回の期末テストだが、残念ながら赤点が出た。林間合宿は全員で行きます。どんでん返した。ただ赤点は赤点だ。お前らには別途に補習時間を設けてる。期末テストが終了し、夏休み目前。期末テスト翌日、演習試験の感想戦の後、授業時間が余った私たちに、レッツストーリー。期末テスト翌日、私たちは昨日の演習 VT。 せっかく時間が余ったんだからね、有意義に使わないともったいないぜ。まずはうららかくん、ジロー君、アスイ君だ。で、俺がやろう。おいそご先生、時間を合理的に使うのは大歓迎だ。つゆちゃん、ジローちゃん、やろう。さあ、お勉強の時間と行こうか。聞くなんて選択肢ないから。一芸だけじゃ務まらん。レディークラッシュ。私、頑張る。もうすぐ救われた。叩く。引っ掛かえよ。対処する。なんやこれ。短めだが、引くかよ。行くよ。これを引くかよ。引くかよ。叩く。これを想定済みだ。対処する。引くかよ。引くかよ。引くかよ。もうすぐ。侮るなよ。ここで浮かせて。踏み込んでから。決める。救われた。引くかよ。引くかよ。合理性に隠れ。それよりもね。やすよ、ゼロの前。捕まえる。引くかよ。終わりだ。ウィー。勝利、いただき。まあ及第点ってところか。なんとかなったわね。昨日の今日でこんなハードなの。この調子で林間合宿も厳しくやってくぞ。ヒーロー、その存在にずっと漠然と憧れて。レッツストーリー。
如始まったオールマイト主催のレクリエーション。いいね少女たち。雷少年、霧島少年、常闇少年、お次は少年たちの番。特に雷、霧島は赤点なんだ。しっかりやれよ常闇。あのオールマイトとついに戦える。英雄豪傑に挑むか。さあ前期最後の戦闘訓練だぜ。漆黒の闇に染まる私が来た。レディークラッシュ。島確かに行くぞ。ネジ伏せよ。この戦いを己の糧に。俺のおかげだな。アメージング。ぶねえ、ギリギリだぜこれ。やるじゃないか三人とも。昨日の半分ぐらいのギアだがな。豪強無双。もっと、もっと強くなりて。レッツストーリー。そしていよいよ始まった林間合宿。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時先生を含め僕らは。光太くん、どこ行っちゃったんだ。この、なんでヴィランがいるんだ。
ヴィランが現れた。万全を期したはずなのに。レッツストーリー。ヴィランたちが僕らを襲ってきたその指名手配の写真や片目が義眼になっていることで光太くんもそれに気づいていた。だけどこの秘密基地は僕しか知らない以上応援も来ない。お前は知ってるぞ、雄英のガキだ。だ、やるしかないんだ今。僕一人で。レディークラッシュ。こちらから。緑矢ってやつだろお前。ちょうどいい、お前は率先して殺しとけってお達しだ。じっくり痛む。リングアウト。ああ、まだだ。ウィーン。僕が君のヒーローだ。アメージング。ニューストーリー。ありったけを。レッツストーリー。全然効かねえぞ。嘘だ、嘘だろ。 100% だぞ。けどまあ、お前は強いよ。おパパ、ママもそんな風に殺したのか。来いよ緑矢。さっきまでのは遊びだ。本気で取りに行くよ。うずく、うずくぞ。レディークラッシュ。そこで。これはめっちゃ。なんて。セラブ。届け。僕の番だ。行け。届け。なんてね。打ち込め。なんてね。届け。なんてね。まだだ。行け、叩く。なんてね。比べ物にならない。いいな、お前いいよ。今ここで戦って勝つしかじゃないんだ。緑屋行く。助けるんだろ。お前の剣で大盛りだぜ。なんてね。つなげ。僕にできることを。持てる力のすべてを。はあ、てりゃスマッシュ。ウィーン。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリー。いい、見せろよ。ヒーローは命を落としてきれいごとち殺させて。オール100万%。なんで何も知らないくせに。僕のヒーロー。イエーイ、喜べリスナー。ヴィラン襲撃の一報。レッツストーリー。
俺は補修組の生徒を連れ宿舎へと戻ってきた。しかしそこにヴィラン襲撃の報告が入った。今は生徒の安全確保が最優先。俺は宿舎を飛び出した。まずいな。心配が先に立ったか。どうだ。まあ当然短めだ。想定済みだ。満足。うろたえん。引くかよ。想定済みだ。披露してる。すめ。鼓膜。どうだ。当然対処する。すめ。想定済みだ。お前いらねえ。逃げ惑えよ。黒焦げになりな。黒を舐めるなよ。好感触だ。まあ当然。満足か。ウィーン。ザコは引っ込んでてくれ。アメージング。さすがに雄英の教師。さっきの発火が個性じゃないのか。守りきれるといいな。捕獲したはずのヴィランは俺の前から忽然と姿を消した。あの口ぶりから花から狙いは生徒のよう。とりあえずあいつらと合流する必要があるな。いい感じだな。爆豪レッツストーリー。マスキュラーをなんとか退け、コウタ君を相沢先生に預けた僕は、途中で庄司君と合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは、僕らを襲った黒いものの正体は、力の制御を失った毒闇くんだった。毒闇くん！ミドリア、ここを通りたいならまずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ。死ぬぞ。レディークラッシュ。そこレグ行け。直接反転届け。つなげ。そこだ。つなげ。そこだ。この勢いに反転。つなげ。よし、行け。直接反転。つなげ。行け。直接反転。届け。反転。強行。つなげ。この勢いに。書いた正義は効かない。こんなピーキーな個性だったのか。こんなフルトラ。やるしかないんだ。アメージング！ニューストーリーズ！バッダークシャドウの暴走。カッちゃんを助けに行きたいけど、毒闇くんも放っておけない。レッツストーリー！毒闇くんを抑えきれない僕らは、暴走する徳恵美くんを誘導しつつ、かっちゃんととどろきくんを探していた。
かっちゃんと徳闇君、僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。いた、かっちゃん、トドロキ君、ミドリア、庄司、どこ闇。ああ、うるせえ、俺に指図すんな。レディークラッシュ、食らえなさい。暴れたリンゾー終焉は違う。暴れたリンゾー叩き締め。いいのか、キョウ。シマ君だ。反転。打撃で、やることは変わんねえ。圧倒的に。打撃で、シマ君だ。反転。おいてんじゃねえ。打撃で、シマ君だ。やることは変わんねえ。認めろ、ハースウルトラ。ウィー、ごつ個性どもが。アメージェンガー。てめえと俺の相性が残念だぜ。常闇、大丈夫か。かっちゃん、トドロキ君と合流できた僕らは、僕は正気に戻った常闇君にもヴィランの狙いがかっちゃんであることを伝えた。そしてヴィランの狙いと思われるかっちゃんをみんなで守りつつ、僕らは私とつゆちゃんの前に突如現れたヴィラン。レッツストーリー。つゆちゃんと一緒に行動していた私、その時突然草むらから飛び出てきた人影が私、まさかヴィラン。どうして。ドガです。二人ともかわいいね。気が少ないとね、ダメです。つゆちゃんから離れて。あなたは友達じゃない。恋バナ楽しいね。レディークラッシュ。恋バナしよう。こっから絶対戦う。乱暴ですね。
血出てるよ。これを血出てるね。させるよ。出血さま、出血、吸血、切り刻む。耐える。血出てる方がナイフ相手だろ。やっ、切りたくねえ。私です。飛んでけ、血をください。何度でも飛んでけ。血出てる。投げる。絶対諦めない。ちゃうって、なんなのあなた。お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。うららかさん、ミドリアちゃん、みんな、デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識がいってしまった私は。っていうか、デク君めっちゃボロボロ。もし、一体どうなってるの。レッツストーリー。かっちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、この非常時誰も油断す。それなのに突如現れたヴィランにかっちゃんと徳恵美くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊、目標回収達成だ。短い間だったが、これにて幕引き。ダメだ。幕引きだと。身軽なヴィランは2人を連れて僕らから遠ざかっていく。うららかさんとアスイさんの個性で、僕と庄司くん、轟くんの3人はよし、これなら追いつける。皆とはぐれ。レッツストーリー。皆とはぐれてしまった私は森の中を走っていました。ですが、そこに突如現れた巨大なノームと遭遇したんですの。ノームの桁外れな怪力と凶暴さに私は大飛で手一杯でした。このまま逃げ切るのは難しそうですわね。奮い立ちなさい、モモ。レディークラッシュ。ちょろいですか。続け、やりよ。よっと、続け、よきで、やっと、見逃すものですか。はい。なあ、でしたら続け、連続で、よっ、続け、よきで、突撃、いきませんわ。連続で、続け、連続で、よきで、さっ、いきませんわ。連続で、まだ策はある。知らない、お返しですわ。こっからですわ。さあ、お返しですわ。はっ、次々と、はっ、知らない、最後まで諦
諦めず、陣地を尽くします。はぁはぁ、マトリオシカですわ。カーズウルトラ、ウィー、天敵戦績ですわ。敵が効いてない。役目を果たしたということ、判断最悪を。突如キビスを返して私の前から去ろうとするの、もしや爆豪さんを捕らえ撤収するということ。私はとっさに発信機を創造し、ロームに。逃がすなんかし、レッツストーリー。うららかさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちは、ヴィランに追いつき、そんな僕たちの目前に現れたのはうららかさんたちを襲っていたヴィランだった。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。トガです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方が、もっと…レディー、クラッシュ。思い過ごした。俺を左で、うん、あった、燃やしつつ、丸焼き。俺の力だ、丸焼き。まずは右、刺すだけじゃねえよ。だったら燃やしつつ、まずは右、凍結と。チューチューって、やった。燃やしつつ、あ、こんなの血が足りない。邪魔そいつ、どんな。今行く。まずは右、凍結。シャンボーですね。血出てる。投げます。まずは右、手加減する気はねえ。うせえ、これが俺の力だ。すまねえ、やりすぎた。血が足りない。まずは右、ラッパーラ、期待に応えるか。アメージング。ニューストーリーズ。なんとか戦闘には勝利したものの、もうダメかと思った時、徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ビッグ解除だ。合図から5分経ち、かっちゃん、くんな。かっちゃんを奪われた生徒40、そして